細田議長、今日は追及します。あなたは何て言ったのですか？あなた、セクハラじゃないですか？議長、答弁していただけませんか？家に来ない？添い寝するだけでいいから。うちでプラネタニウムを見ようよ。家に来ない？添い寝するだけでいいから。うちでプラネタニウムを見ようよ。なんちゅうこと言っているんですか？キモい細田議長、あなた自分で気味悪いと思わないんですか？実はセクハラだけじゃないんです。大きな問題は細田議長の統一教会、国辱的だ。